上菅谷停車場線前継正面奥は JR 水軍線上菅谷駅茨城県道314号上菅谷停車場線は茨城県中市内を通る県道で JR 水軍線上菅谷駅と接続するための道路である JR 水軍線上菅谷駅前ロータリーから県道売りづらまだら線までを連絡する路線道路は東西方向で延長は わずか40メートルである。駅前玄関口の街路として整然と整備されている。1959年10月14日、新たな県道として、中郡中町大和菅谷の上菅谷停車場を起点とし、県道三戸日立大田線交点交点を終点とする、区間を本路線とする県道場、菅谷停車場線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号314となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABC、道路の共用の開始、茨城県法、第2145号、P7、ABCDE、茨城県道路元協調書平成26年4月1日現在。 茨城県法第779号対象9年4月1日茨城県国時代147号より県道路線認定茨城県法号外10月14日より道路の区域決定茨城県法号外10月14日より県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ありがとうございます